地方都市における移住行動特性を加味したマルホフ家庭による市民分布の動画変化と題しまして、著者の村橋に代わって佐々木が発表いたします。まずはじめに背景・目的についてです。人口集積していない地域公共交通の利便性は低く、これによって高齢者が運転免許返納後に交通弱者になってしまうことがあります。これに対し、短期的には交通空白地帯の公共交通の利便性を向上することが解決策に思えますが、一方でこれは交通空白地域から中心部への転居の必要性を薄め、長期的には交通空白地域にとどまる人数を増やし、交通弱者数を増加させてしまう可能性があります。ここでどのような短期的な公共交通の手当や長期的な転居政策が解決策になるのかといったことを明らかにする必要があります。そこで本研究では、住民の居住行動、こちらをライフステージ別にモデル化し、政策を評価いたします。本研究ではマルコフ決定過程へのマッピングを行います。マルコフ決定過程とは、マルコフ過程に行動の概念を加えたようなものであり、様々なパターンの将来を仮定して、現在の行動の結果の報酬、こちらを計算し、それらを一定のルールに基づいて集計して、将来が不確実な状態における現在の行動を評価いたします。これによって不確実性を伴う意思決定のモデリングが可能となります。また、このモデルは、状態集合、行動集合、遷移確率、報酬関数の4つの要素を持ちますが、本モデルでは、状態変数として、年齢、世帯特性、免許の有無、居住エリア、建物、居住建物タイプ、こちらを持っております。また、報酬関数としては、居住エリアに基づく効用、建物タイプに基づく効用、貨幣的コスト、心理的移転コストなどを持ちます。市民の同学過程においては、2つの軸から成り立つというふうに考えており、地域、持ち家か賃貸かといった要素を持つ選択結果、そして年齢グループ、車免許の有無、婚姻、扶養子の有無、こちらを要素として持つ個人特性、この2つによって影響を受けるとしています。次に、市民の同学過程、市民分布の更新手法についてご説明します。これまで考えていたモデルを、逐次的に状態の価値、こちらを評価し直す RL モデルといったモデルへ拡張いたします。詳細は省きますが、人口の集積が転居行動に影響し、転居行動が人口の集積に影響する。こちらを時系列に沿って繰り返し計算していくといったようなものになります。そして最後に、政策評価を行います。対象は熊本市都市圏、50万人都市であり、人口減少過程で自動車分担率は8割近く、多額連携型の都市圏構造を施行しております。また5割以上の高齢者が不安を抱えながら運転しております。そして中心部から郊外に関して、かけて1から5のエリアに分類しております。それでは政策1の結果について見ていきます。政策1は若年層へのエリア1、エリア2での家賃補助を行った場合ですが、その結果として、1年の転居で居住地移転できる市民の数は限定的であること、集積の経済が作用するまで持続的な移転補助の必要性があること、過剰なコンパクト化の非効率性があること、これらが明らかとなりました。そして政策2として、エリア5からの平均バス所要時間を短縮した際には、交通弱者を救うコミュニティバスのはずが、郊外の持ち家に引き止めてしまう。ただし、将来への車運転の過負荷は軽視され、過剰な集積は起こらないこと。これらが明らかになりました。以上よりまとめとして、マルコフ決定過程により個人特性の変化を加味した逐次的な持ち家・賃貸の選択と居住地選択を内製化することができました。報酬関数を用いた集積の外部成功化も表現することができました。そして市民分布更新に関する効率的解放を提案しました。また政策ごとに長期的視野で大きく効果が異なることを明らかにしました。また今後の課題としては、実データを用いた各パラメータの推定、モデルの正確性の評価、また、貨幣的コストの計算における建物市場、土地市場モデルとの融合、
より複雑、さまざまな政策の組み合わせに対しての分析、理論的な政策の組み合わせ最適化への落とし込み、これらが必要であるというふうに考えております。以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。